Thank you.
大明神の化身としての狐いかがだったでしょう。この諏訪神社にはぴったりの舞だったのではないかと思います。最後の演目になります。次は三人籠になります。赤面黒面が2人登場し、途中から白い面が登場しますと、お囃子が急に神楽拍子になるところが特徴です。この舞は五穀豊穣、悪魔退散の意味のある踊りです。そして疫病退散にもご利益のある踊りとされております。皆さん一緒にお祓いをしていただいて、これから皆さんますます元気に過ごせますことを願い、一生懸命踊らせていただきます。それでは三人かごです。
うわぁ！八王子公演前の皆さんにもう一度大きな拍手をお願いします。